ガルダは、インド神話に登場する、炎のように光り輝き熱を発する神鳥。ガルダは、サンスクリットやヒンディ語による名称で、パーリ語ではガルラ、英語やインドネシア語などでは、ガルーダという、カシュヤパトビナターの息子で、ビシュヌのバーハナである。バイナテイヤ、ガルトマーン、スパルナ、ラクタパクシャ、スレーンドラジット、ラサーヤナといった異名を持つ。ガルダの名は、 グレーンに由来すると考えられている。その一族は、インド神話において、人々に恐れられる蛇、竜の類と敵対関係にあり、それらを退治する聖鳥として崇拝されている。これは、インドにおいて、猛禽類やクジャクは蛇を食べると解釈されていたことによる。単に和紙の姿で描かれたり、人間に翼が生えた姿で描かれたりもするが、基本的には、 人間の胴体とワシの頭部、くちばし、翼、爪を持つ、翼は赤く全身は黄金色に輝く巨大な鳥として描かれる。ガルーダインドネシア航空の名は、ガルダに由来するインドネシアのフラッグキャリアであり、ロゴに巨大な鳥をかたどっている。造物種であるプラジャーパティには、ビーナターとカドゥルーという二人の娘がいた。二人は揃って、ブラフマーの子である聖戦。 カシュヤパの妻となった。カシュヤパは二人の願いを叶えると約束し、カドゥルーは千匹のナーガを息子とすることを望み、ビナターはカドゥルーの子より優れた二人の息子を望んだ。その後、長い時間を経て、カドゥルーは千個の卵を、ビナターは二個の卵を産んだ。二人は卵を五百年間温め続け、やがてカドゥルーの卵からはナーガたちが生まれたが、 ビナターの卵は帰らなかった。ビナターは、恥ずかしさのあまり卵の一つを割れると、上半身しかない子供が出てきた。卵を早く割ったために、下半身がまだ作られていなかったのである。この息子は、暁の神アルナであるが、母親に対して怒り、500年の間、競った相手の奴隷になるという呪いをかけた。ある日、カドゥルーは、 父海革藩から生まれ太陽を牽引する、馬ウッチャイヒシュラバスの色について、ビナターに話しかけ口論となり、負けた方が奴隷になるという条件でかけることにした。ビナターは、全身が、すべて白いと主張したのに対し、カドゥルーは、体は白だが、尻尾だけは、黒いと主張した。実際には、ビナターの言う通りであった。しかし、カドゥルーは確認は、 翌日にするということにし、息子のナーガたちにウッチャイヒシュラバスの尻尾に取り付くように命じ、黒く見えるようにした。中には命令を聞かなかった息子もいたため、カドゥルーは彼らに呪いをかけた。翌日、二人は海を越えて確認に行くと、ウッチャイヒシュラバスの尾の色は黒かったため、ビナターは負けて奴隷になってしまった。やがて時期が経ち、ガルダが卵から生まれた。 ガルダは生まれるとすぐに成長し炎のように光り輝いて神々を震え上がらせた神々はガルダを賛美してガルダの放つ光と熱を収めさせた海を越えて母の元に行くとガルダも母と共にカドゥルーたちに支配されることになったカドゥルーはガルダにも様々な難題を振りかけやがてガルダは嫌気がさし母に対して なぜこのようになったのかを尋ねた。母にイカ様によって奴隷となったことを聞くと、ナーガたちに対して母を解放するよう頼んだ。ナーガたちは、天界にある父海各藩から生まれた節の聖水アムリタを力ずくで奪ってくれば解放すると約束した。ガルダは地上で腹ごしらえを済ました後、天井に向かった。天井では、 ガルダの襲撃を予兆して、今までになかったような、様々な異常現象が起きた。ガルダは天井に乗り込むと、守備を固めて待ち受けていた神々を次々に払いのけた。戦神である風神、バーユが軍勢を整えるものの、多くの神々が打ち倒された。アムリタの周りにも回転する、円盤チャクラムや目を見ると、灰になる2匹のオロチなど様々な罠を仕掛けていたが、 ガルダはそれをすり抜けて、アムリタを奪い飛び去った。ビシュヌ人とその妻、ラクシュミーを乗せた、ガルダ、インド国立博物館ガルダが飛んでいるとビシュヌと出会った。ビシュヌは、ガルダの勇気と力に感動したため、ガルダの願いを叶えることとした。それはアムリタを用いない不死であり、ガルダはそれを受けて、ビシュヌのバーハナとなることを誓った。そこへ、 神々の王インドラが最強の武器バジュラを使って襲いかかってきた。しかし、それでもガルダには敵わなかった。もともとガルダは小人の種族バーラキリアのインドラより100倍強くなるようにという願いを込められて生まれてきたからである。インドラはバジュラが全く効かないのを見ると、ガルダに永遠の友情の誓いを申し込んだ。その代わりに、ガルダには不死の体が与えられ、 彼は、ナーガたちヘビ族を食料とするという約束を交わした。そして、一旦約束を守るためにガルダはアムリタを、ナーガたちのもとへ持ち帰った。ビナータが解放されると、アムリタをクシャの歯の上に置き、沐浴してから飲まねばならないと告げた。それを聞いて、ナーガたちが沐浴をしている暇に、インドラがアムリタを取り返してしまった。ナーガたちは騙されたことに気づいたが、 もはや、どうしようもなかった。ナーガたちはどうにかして、アムリタを舐めようと、アムリタが置かれていたクシャの葉を舐め回したため、下が切れふたまたとなってしまった。後世の説話集、カター、サリットサーガラ及び、ベーターラ・パンチャビン・シャティカーのジーム・ウタバー・ハナの、物語にガルダとナーガ族の対立の後日談があり、そこでは、両者の和解が語られている。 仏教、イスラム教伝来以前より、ヒンドゥー教圏であった東南アジア諸国においては、他のヒンドゥー教の神格と合わせて、文化、文学におけるモチーフとなることが多い。イスラム教国であるインドネシア及び仏教国である太陽国においては、国威の象徴とされ、国章とされている。インドネシアで演じられる、現代のワヤンクリでは、ガルラは、 ビルムカと呼ばれ、クレスの王の息子ボマの乗り物として登場するが、その位置づけは、イスラム教の影響によるマハーバーラタの再解釈によって、オリジナルよりも精神面を重視した地味なものとなっている。なお、インドネシアの国営航空会社は、ガルーダインドネシア航空であり、2013年には、ガルーダの戦士、ビマという特撮ヒーロー番組が制作された。 スリランカにおいては、人々にはざわいをもたらすラークシャサ、グルルという魔物とされたが、これは、宗教上の対立が理由。ミャンマーではガロンと呼ばれ、民間信仰の守護動物とされている。仏教圏では、根治町とも呼ばれている。東アジアにおけるガルダについてはカルラを参照。ありがとうございます。